ドコモスタイルシリーズ P-02A はパナソニックモバイルコミュニケーションズが開発した NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモスタイルシリーズの端末。ビエラ携帯では P905IF に続き2作目となるスライド型モデル。同じビエラ携帯である P-01A のスライド型版とも言えるモデルでスタイルシリーズではハイスペックなモデルとなっている。 高いマイナス A3A とともに、かつての三菱電機のスライド型端末のユーザーを意識したモデルとなっており、デザインが D905i とよく似ている。また、端末の色は、歴代の D シリーズ端末の色に近いものを集めている。折りたたみ P 端末や一部の D シリーズなどでおなじみの、ワンプッシュオープンボタンはなく、D901i、D904i 以降のスライド型の三菱、 電気製端末で採用されたアシストスライド機構が使われている。また、パナソニック独自のスイングスライドがあり、開いた時にディスプレイ部が少し手前に傾く。画面下の操作キーに三菱電機から登録商標及び関連特許、技術ノウハウの使用許諾を得てスピードセレクターを採用した。回転キーと十字キーを兼ね合わせ、決定キー部分には イルミネーションランプを配置したもので D900 ニース以降の QD90X シリーズや D705i のものと全く同じ構造となっている。なお、三菱時代からスピードセレクターに使用される部品はパナソニック関連会社からの供給であった。ただし、待ち受け画面上でスピードセレクターを回しても D シリーズのようにメニューが表示されないなど、 操作内容が一部限られている。D シリーズ譲りの外観に対しソフトウェアは従来のパナソニック端末で使われている Linux が使われていて UI や操作内容、アイコンなどが大きく異なる。このため操作性の点において D シリーズからの買い替えの際には注意が必要である。また液晶のサイズや発色数は D905i と全く同じであるが 液晶の解像度が D905i に比べ横20ドット少ない4 8 8 5 4ドットの液晶となっている。なお、近年の D90X シリーズの多くに搭載されていた加速度センサー、FM ラジオ、FM トランスミッターは付いていない。機能面では P-HA とほぼ同じようなものが搭載されているが、いくつかの違いがある。 カメラ機能では P-HA にはないメインカメラ用ライトと右側面に反応した用シャッターボタンがあり P シリーズでのフォトライトの搭載は P905i 以来となる。またワンセグ機能ではホイップアンテナと P903iF や P905iF で採用された合成ダイバーシティチューナーを使用している。ドコモの新サービスであるアイコンシェル iWidget, i ア,ア,アプリオンラインにもすべて対応している。P モードのメールは Web メールとなる。P-A2A のソフトウェアアップデート情報。ありがとうございます。